身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生ごと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関すること配信していきたいと思います。身長の場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日はちょっと全く新しいタイプの動画をねちょっと撮影してみたいかなというふうに思います。で今日は論文の方をねちょっと見ていきたいと思います。 Hate outcomes in Korean children with idiopathic short stage receiving growth hormone treatment ということで、まあ、韓国で、まあ、成長ホルモンを投与したっていうね論文で、idiopathic short stage ですね、私の専門部ですね、体質で低身長、特発性低身長の子、にね成長ホルモンを投与したらどうなったかっていうのを見ていきたいと思います。ということで、今日はねカウンセラーをね、声だけ出演してます。よろしくお願いします。お願いします。まっちゃんとみやっちとということで、今日初めて、ね、のニックネームがついたということで、今後ねあのこういったカウンセラーも一緒に話していきたいかなと思います。で今日はちょっとまずね、そのまず論文の読み方っていうところで、そこにちょっとカウンセラーさんと一緒に勉強していきたいかなと思います。じゃあちょっと今さっきちょうどカメラ回す前にね、お話をしてたんだけど、まず論文を見るにあたって、注目すべきというとか、論文の最初のポイントね、何の論文なんですかっていうところなんだけど、それ見るときまずどこを見ますかってことなんだけど、まあ、さっきちょっと聞かせてもらってもいいですか。はい、まず題名を確認します。そうだね、当たり前だね、題名大事だよね。はい、はい、あと何年に発行されたかどうか。そうですね、はい、あと書かれた著者の方。そうですね、あと載った雑誌名ですね。そうですね、まあ、そこがすごく重要になりますよって説明ですね。まあ、今回ねかなりコアな動画になるかなと思うんだけど、こういったのもおそらく、面白い人とは面白いかなというふうに思います。で例えばこれ、私が大学で働いてた時っていうのは結構論文を読め読めってよく言われたんだよ。で論文ってどう、長くない？で長くて困って、それが本当に有益な論文なのかどうかっていうのを、理解するのにすごく時間がかかった最初は。で、変な話だけど、どうでもいい論文を最初の1から最後まで読んで、で結局何言いたいのか分からなかったみたいな、そういった経験を今まで何度もしてきた。でその中で、まあ、だんだん読み慣れてくるというか、慣れてくるとやっぱりそのポイントがあるんだよねってところに気づいてきた。で今お伝えした通り、まあ、聞いてミヤッチが、ね、教えてくれたんだけど、やっぱ題名と著者名と年代と雑誌名、ここが重要だよってことなんだけど、ここを少しじゃあ見ていきたいと思います。ということで、まあ、今回まずね論文の読み方みたいなね、そういったような動画として面白いのかなと思って、ちょっとテイストが違うんだけど、こういったのも参考になると思って、まずはちょっと年代についてお話ししていきたいと思います。で当然なんだけど、年代は新しい論文と古い論文どっちの方がまあ興味があります？新しい論文です。まあ通常に言ったら新しい論文の方が情報がね新しいなっていうところになってくるんだけど、まあ、さっき同じような質問したんだけど、まあ、何年ぐらいの論文が古いっていう表現になりますか？そうするとね、まあ、これ視聴者の人も皆さんも考えてほしいんだけど、論文を見た時にじゃあその論文ってどれくらい古いのかなっていうのを、例えば1950年の論文って多分10人中10人が古いっていうと思いますよね。まあ、いわゆるその戦争をやってるような時代の論文ですよね。そういった時の論文っていうのはやっぱりあんまりなかなか、まあ、参考にしにくいと。参考になるんですよ、もちろん参考になるんだけども、今の我々の生活というかライフスタイルというか医療技術というか、まあ、そういったものとこう照らし合わせることは少しこうちょっと注意が必要ですよね。明らかに違う、ね、生活環境だからね。で例えばなんだけど、じゃあ2000年ぐらいの論文を見た時に、じゃあそれを古いと思うか新しいと思うかっていうのはどう思いますか？まあ、さっきのちょっといろいろもうすでにディスカッションしてるんだけど、まあ、ミヤッチとマッチャンそれぞれ2000年の論文ってどう思います？古いと思います、新しいと思います？ちょっと古いかなって。どうです、ミヤッチは？そうですね、あまり変わってないかなと思います。そうですね、まあ、おそらく両方とも同じような側面があるかなというふうに思います。で先ほどちょっとまあ2人も直接説明したんだけども、実はこっち答えが言っちゃうと、医療っていうのはまあ比較的進歩が遅いです。これまずポイント。で例えばさっきじゃあ2000年と今何が違うっていう話をちょっと2人ともしたんだ、カウンセラーの2人ともしたんだけど、例えば一番わかりやすいのってやっぱりそのさ、情報革命の分野だよね。 iPhone とかそういったところ、だって2000年の時って俺の記憶だけど、2000年って今から24年前、そうすると俺が15歳の時か、2000年のノストラダムスで世の中が滅亡するかもしれないと中学生の時確か喋ってたと思うんだよね。でその時って多分インターネットはあっただけど、みんなが iPhone でそういう風にして検索するような時代ではなかったと思うんですよ、おそらくね。そういった面だと、情報革命の分野っていうのはもう極めてこの、20年間とかですごく大きく変わってると。でみんなが携帯電話を持つようになったし、みんながインターネットアクセスするようになったし、インスタグラムやったしとか Facebook やってとかっていうのはどんどん変わってきてるね。それに対して医療っていうのは比較的その進歩が遅い。で例えばなんだけど、まあそういったその時2000年の時と今と平均寿命が変わってるかというふうに言われれば、大きくは実は変わってないんだよね。だから医療ってすごく進歩が遅い。でこれ進歩が遅いと言い切れる理由は、進歩が早い部分はね、進歩が早い、ただ技術革新、これは進歩が早い。それは何でかというと、技術だけを追い求めるだけだから、それはその人が頑張ればできるんだよね。だけど一方でなんだけど、そういうふうに平均寿命とかそういうふうな本当に実臨床、臨床の場においてはそういうスピード感が遅くなっちゃう、どうしても。なんでかっていうと、やっぱ人の体に害が加わるかもしれないから慎重にならざるを得ないよね。 iPhone のさ改善だったらさ、別にさ機械だから変なさ壊れてもいいじゃんね。だからさ一生懸命やれば改善必ずするんだよね。
だけど人の体に投与するときってどうしてもそれをもし悪いことがあったらどうしようと思いながら治療やっていくからなかなかそこは難しいってところで、まあそういった表現ね。そういった意味で言うと2000年の論文っていうのは意外と古くないっていうのが、まあ特に身長においては古くないというふうに思ってもいいと思う。2000年の論文に関しては。ただ2000年の論文もまあ新しいかでは新しくないから、まあ、だから2000はやっぱりまあ10年以降ぐらい、2010年以降だったら私がちょうど大学に入ったぐらいの年だからね。まあそうするとまあ今とかなり近いんじゃないかなっていうところでね。ただ何年が古いとか何年が新しいとかもそうだけども、どの分野であるかっていうのがすごい重要ってことね。例えば iPhone とかそういう情報革命の技術革新をもし調べるのであれば2000年の論文は多分むっちゃ古いよね、正直言ってね。もしそういう仕事をしてる人であれば2022年とかもう2023年の論文ですらもしかしたらもう古いかもしれない。今の情報以外はもう全部古いというふうに言い切れるかもしれない。一方で医療においては2000年の論文でも特にまあ身長においては悪くないっていうふうにもなってくると思います。でここでさらにちょっと注意が必要なんだけど、今回の論文ですね、今回の論文は2022年の論文なんだけど、この論文がじゃあいつのデータを使用しているものか、ここがすごく次重要になってきます。で今回見てみるとメソッドの部分ですね、 IS from January 2009 to September 2019 treated with GH therapy for more than 6 months ってことで、2009年か2019年のデータが使用されてるね。ここがミソで、何を言いたいかというと、特に身長っていうのは皆さんまずご存知の通り、まあ年単位で治療を行っていくわけで、まあ、今回は半年以上と表現だけども、例えば2022年に発表される論文っていうのは大体著者はそれを書くのに大体どれくらいかかると思うんですよ。論文書き始めてから実際に出稿されるまで1、2年です。そう、おっしゃる通り、その大体1年ぐらい、早い人は1年ぐらい、まあ、遅い人は2年ぐらいかかります。で例えば大学院、我々が大学院行ったりとかすると4年間行くんだけど、まあ、一番初めに論文書く人は大体それこそ本当に2年生とかぐらいで書くし、早い人で3年生だとお早いねって感じで、ギリギリになると4年生でやっと論文書けた人がいて、おお、まあ、ギリギリで間に合ってよかったねっていうところだから、やっぱ年単位でかかってくるんだよね。そうやって見てみると、じゃあ2022年に発表された論文はそもそもなんだけど、2021年ぐらいに着工されてる、設計図が組み立てられて、こういうふうに今回論争でいきましょうねっていうところね。じゃあ2021年に物事を書き始めるときは、それの前のデータが必要だよね。でそうなってくると、今回だったら2019年って書いてあるから、それは大体辻褄があるね。だこういうふうにして見てみる。だから結局のところだから2000年の論文って言ってもそのデータがめちゃくちゃ古いかどうかもすごく重要になってくるんで、まあ、そこを含めて見ていくといいかなというふうに思います。次は著者データ、これも超重要で、今回はヒュン・ウォーク・チャイ先生ってことで全然わかんないんだけど、まずそこの、まあ、当たり前の著者が誰なのかを、我々は見る必要があります。 でこの時にじゃ著者の何を気にするでしょうか。所属されている大学、すごいね、完璧ですね。はっきり言うとそこだけです。なので、そこが重要になってきます。今回だとこの人は遠征大学校医科大学江南セブランス病院小児科っていうところっていうところですね、っていう風なところで、正直言うと、まあ、よくわかんない、名前見てもね。まあ余裕があればもちろんそれがどんなところなのかを見てみるといいんだけど、まあ、そこまでなかなか調べるとなかなか難しいというか面倒くさいことが多いので、まあ、実際までは私もそこまでは見ませんけど、漠然とまずそこを見てみると、で重要になってくるのは当たり前だけどどこの国か、そこもすごく興味があるところでね。ただ今回は韓国なんだけど、じゃあ韓国の論文っていうのは参考するにあたっていい点と悪い点もしあるとしたら、どうです、どういう点がいいです。人種がアジア人、人種が近いのやっぱり参考になるよね。一方でなんかさ、これが気になるなって点ある？食生活とかが若干違う。まあ確かにね、食生活も違うし、まあちょっといろいろと違うだろうね、まあ少しね。まあだけど少なくともさ、なんかアフリカの論文で黒人の人に成長ホルモン投与したとか、そういったものよりはまあ参考になるかなとか、そういったことを思うわけで、まあそういう風にして見てみましょうねってことですね。で次がまあ題名ってことで、まあ題名はこれは大丈夫です。これはむしろ最初か、最初に見るところかな。題名は別にいいでしょうってことですね。とりあえずまあ今回はまあその題名を見て、まあ同じ内容でしょうってことですね。最後は雑誌名ってやつですね。で雑誌名に関して言うと、今回はこれ雑誌の名前が Frontiers in Endocrinology っていう論文かな。でこれを例えばなんだけど、この論文がいい論文雑誌なのかどうかを調べる方法があるんだけど、知ってる？知らないです。これはね、インパクトファクターって単語があるんだけど、そういった単語でその雑誌がどれだけ価値のある雑誌なのか、どうかが分かります。はい、ということでちょっとこういうふうに見てみると、Frontiers in Endocrinology Impact Factor っていうふうに調べると、出てきます。ますので、まあ、そういう風にやってみます。でインパクトファクターこれ 5.2 っていう数字です。例えば Frontiers in Endocrinology っていう意味でインパクトファクター 5.2 って見ると、私が見るとお、これ結構いい論文だなって感じ、ね、で結構一生懸命書いたんだなとか、まあ、大体そういったようなイメージ感で言ってください。例えばインパクトファクターがそもそも検索者に出てこない論文、その論文は、まあ、変な話なんだけど、まあ、半分論文じゃないね、正直言って。論文っていうのは、これちょっとグレーゾーンの言い方するけど、まあだけど、まあ一回 YouTube だけど喋っちゃおうかな。英語の論文じゃなかったら、それ論文じゃないんだ、はっきり言って一言で言うと。例えば日本人が日本人向けに書いて日本語の論文って、まあ、論文じゃないんだ、一言で言うと。
あれは情報共有の場もうちょっとなんていうのラフな場というか、本物の公のデータではない。我々お医者さんの世界でいうと、まず英語の論文じゃないともう話にならないというか、読みもしないというか、で実際読むんだけど、実際にはそこまでは重要じゃないというか、なんか表現難しい、ね、そういった表現ね。でそれに対してこの英語の論文ってのはすごく重要で、英語の論文の中でも当然有名な雑誌ってなんかあるよね。でただそういった超大型雑誌みたいなの情報っていうのは、逆に言うとそのなんていうかな、本当に世界に直結するような内容だから、我々のようなこのコアな内容とかニッチな内容はまずそこに掲載されることほぼないんだよ。だからある程度こうローカルな雑誌、まあ、それで専門の雑誌になってくるんだよね。でそこでその雑誌がまあ妥当なものか、例えばさっき大学を見たけど、この人はさ所属のさ病院というか見たけどさ、この病院がいい病院がよく分からなかったじゃん、まあ、だけど、まあ、韓国に行ってさ、なんかさ怪我したらさ別に運ばれてもそんな心配ないよね多分ね。だからまあ多分おそらく医療水準的には問題ないし、多分おそらくこの病院もおそらく問題ないんだと思うんだけど、で一方でこの雑誌がちゃんとしてるかどうか、例えばね私あの論文何本か持ってるんだけど、私が一番いい論文が大体、ね、5点台だった。だから5点台の論文がどれくらい苦労すると出せるかっていうのもなんとなく分かる。で一方で私ね、インパクトファクターがついてない英語の論文も持ってる。だからそれがどれぐらいのものかも分かってる。だからそういう風に差があるんだよ。だから今回は5点台、インパクトファクター5点台の論文で、2022年の論文だよね。で、韓国の、まあおそらく多分ちゃんとした大学の内容だから、まあいいよねってところで、まあこういう風にして見てみるといいかなってことで。なのでまあぜひちょっと次からまた、我々これ今後もね、カウンセラーさんと一緒にこう論文を読み進めて皆さん発表していくって機会なんだけど、まあこういった感じで、カウンセラーさんは我々にディスカッションして、成長を行っていますので、ぜひね、視聴者の人もね、ご参考いただければと思います。あ、ここでなんとですね、なんか質問、どんな質問ですか？インパクトファクターって、こう、何点が一番いいのかなっていう。多分ね、50点ぐらいだと思う。それこそネイチャーとかだと思うけど、66.85 だって。まあ、大体そんなもんですね。変な話だけど、インパクトファクター1点あれば、その論文読む価値があると思っていいと思うね。じゃあ論文で何がいいのっていうふうに言われたら、コンファームされてるっていうことだね。コンファームっていうのはその正しい情報である。当然だけど我々は正しい情報をゲットしてるんだよね。正しい情報、正しい情報かどうかってどうやって判断する？むずくない？実際問題だけど、例えばじゃあみんな私のところに来てすごく高額な治療を私信頼して払ってもらってるんだけど、それはなんとなく私は信頼してるからね。やっぱだからそういうふうに情報が信頼されてるかどうかっていうのはすごく重要なんで、きっとおそらくみんなさ俺のさ経歴とかさ見まくってさやったりとかいろいろしてると思うんで、まあそれと同じ論文もだからそもそもこれが本当信頼できるものなのかどうなのか。ただし一般的にじゃあなぜ論文が信頼できるかというと、そういうコンファームされた情報だからってことね。コンファームっていうのはその査読者って言って、査読って言ってそのチェックする人がいるんだよね。この雑誌にとってこの内容が適切かどうかをチェックしてくれるんだよね。でインパクトファクター5点ぐらいの論文だと、もう本当に名だたるその査読者、いわゆる審査員だよ、審査員ね。審査員がいて、その人たちは4人とか5人ぐらい大体いるのかな。でその人で全員その論文を読んで、これ正しい内容なのかどうかっていうのをチェックして、まあ大体さここはダメだってリバイスって言うんだけど、それリバイスを受けてやっとねされるんだけど、だからまあそういった意味で、まあこの論文もそういった査読されたコンファームされた情報だってことがあると。しかもそれがインパクトファクター5点台ってなってくると、まあかなり査読された内容かなってところで、まあ書いてる人も真面目だし、普通に考えるとこの情報は正しいでしょうと。じゃあ次のね動画で実際にこのね動画の内容を見ていきたいと思います。